トベ所属ヒラの仕様、女性セブン、グラビアの謎とトベとの関係に迫る。11月16日に発売された、女性セブンに、トベ所属のアイドルグループナンバーアイの平野仕様のグラビアが掲載され、これによりファンやマスコミの間で賑わいを見せています。一方で、ナンバーアイ公式からの告知がないことや、トベとの関係性から生じる疑問が紛失しています。 本記事では、平野仕様のグラビアがなぜ謎めいているのか、そして戸部と女性セブンとの関係に焦点を当てて探っていきます。平野仕様の異例のグラビア掲載平や仕様は、ジャニーズ事務所を離れ、滝沢秀明氏が設立した戸部に移籍し、新たなアイドルグループナンバーアとして活動しています。 その中で11月16日に発売された女性セブンにおいて平野のグラビアが掲載されたことが注目を集めました。しかしながら公式からの告知が一切なくファンやマスコミは戸惑いを隠せませんでした。グラビアは平野仕様に見せられて途絶えされた特集で5ページにわたり複数の写真が掲載されています。 ところが、驚きなのは、取り下ろしの写真ではなく、平野本人が過去にインスタグラムに投稿した画像と過去の写真を組み合わせているという、非常に不可解な構成となっています。ナンバー・アイ・公式からの雑誌掲載のお知らせもない中、ファンたちは購入を喜び合っているものの、公式の存在しないグラビアに対する戸惑いも感じられます。 トベと女性セブンの因縁、女性セブンがトベ所属の平野仕様を特集すること自体が注目に値します。なぜなら、セブンはトベにとって過去の因縁深い相手とされており、その関係性が記事掲載において影響を与えている可能性が考えられるからです。トベ所属のアーティストたちが旧ジャニーズ事務所から続々と移籍している中、 セブンはトベとマッ向ウから対立する形で記事を掲載しています。特に今年取り沙汰されたジャニーズ事務所の創業者ジャニー北川氏の性加害問題に関連し、9月にはセブンやニュースポストセブンが滝沢秀明氏に対する非難を掲載したことがあると報じられています。このためトベとセブンの関係は緊張感を帯びていると言えます。 トベファンの反応と滝沢秀明氏の怒り一連の出来事に対し、トベファンからは批判の声が上がっています。トベファンは滝沢秀明氏が女性セブンやニュースポストセブンに対して不快感を表明し、記事内容を事実と異なるものとして非難したことを受け、同志に対して批判の矢を向けています。 滝沢氏は自身の SNS で、この度、女性セブン、ニュースポストセブンにより許されない記事が出ました。事実と異なる内容の掲載は暴力と同じだと思います。と激怒。これにより、セブンに対する不快感が一気に広まり、トベファンからの同志への批判が相次いでいます。トベと女性セブンの関係解明へ一連の出来事を踏まえて、 トベと女性セブンとの関係についての解明が求められています。トベがセブンに平野のグラビアを掲載するに至った背景や許可の有無、そしてトベファンや滝沢秀明氏の反応との関連性について、さらなる詳細が明らかにされることが期待されます。一方で、トベがセブンとの因縁をどのように受け止め、 平野のグラビアに対してどのようなスタンスをとっているのかも注目されます。と部の今後のメディア戦略や関係修復の可能性についても検証していくことでファンや関係者にとっての疑問が解消されることでしょう。と部所属の平野仕用が女性セブンに掲載されたグラビアには謎が多く、トベと部とセブンの関係性も影響を与えているようです。 記事掲載の経緯や戸ベファン、滝沢秀明氏の反応を通じて、これらの因縁や矛盾点が浮かび上がりました。今後の展開次第では、戸ベと女性セブンの関係修復やメディア戦略の変化が見られるかもしれません。一方で、戸ベファンや関係者は今後の情報発信に注目し、事態の進展を見守ることが期待されます。